兵庫養父市の小学生が歴史になぞらえ自分たちが育てた赤米を奈良市の平城宮跡まで届けました古代の装束に身を包み養父市からはるばる平城宮跡を訪れたのは養父市立八日小学校の6年生38人です1965年に行われた平城宮跡の発掘調査で 今の兵庫県矢部市八日町尾佐地区から、赤米ごとが献上されたと記された木簡が出土しており、矢部市では小学校の児童が赤米を育てて奈良の都に献上するという地域交流の取り組みを毎年行っています。奈良の都に献上することができたことをとても嬉しく思います。大切に育てた赤米です。どうぞお受け取りください。 天平時代の役人に扮した奈良文化財研究所の職員らに赤米を手渡すと職員からは受け取った証として木簡が贈られました児童たちはこのほか当時荷札として使われた木簡の実物や第一次大極殿を見学するなどし古代の納税の歴史を体験を通じて学びました